どうも皆さんこんにちは、ギルテックスです。新しいタスクがフェンスに追加されました。ラボを省いた全てのエリアを渡り切るタスクです。もちろんですが、死んでしまうと一からになってしまうので、頑張って最後まで走り切りましょうというものですね。昭和ライン最後ゴールなんですけど、そこから脱出もしないといけないんですよね。めちゃくちゃ大変です。ですが、報酬がね、10万経験値の、42万1800ルーブルプラス、シックウェポンケースが手に入るということで、めちゃくちゃね、難しいだけあって、うまいんですよ。これね、ぜひともクリアしたいなと思ったんですが、追加でですね、これ、ラボは入ってないんですよ。SOT からラボ、ラボから SOT っていうところの部分は入ってないんですけど、そこまでクリアするとですね、はい、こちらなんですけども、レジェンダリーのアチーブメント、マラソンというねアチューメントが手に入ります。金色ですね。ぜひとも取っておきたいと思い、今回合わせて取りに行きました。実際にねタスクをこなしに行きましたので、脱出場所も参考にしてもらえたらだと思います。それではどうぞ。はい、まず、行く前にですね、気をつけておきたい点、絶対に気をつけてほしいことが2つあります。まず1つ目、実際にレイドに出て僕感じたことなんですけど、戦闘あまりしないんですね。隠れてることが結構多いです。食料と水をたくさん持っていく方がクリアしやすいのかなと思いました。なのでね、皆さんはね、大量にご飯と水カバンに入れてきてください。僕はね、途中で漁らないと、厳しいぐらいにギリギリでした。なぜかというとですね、7分経たないと移動ができないんですよ、マップの。その条件があるので耐えないといけなくて、その間にご飯と水どんどん減ってしまうから、たくさん持っていくようにしましょうということですね。はい、そして2つ目、次にパーティーで、これパーティーで行くことを推奨します。これ正直思いました。僕一人で正直行くしかないのかなと思ってたんですけど、まあちょっとあいにくで、ね、お友達が一人だけ行ってくれて、やってくれたので、二人でね、なんとか命からがら帰ってきたんですけど、1レイドにね、入ってこれるプレイヤーの人数っていうのは、変わりませんので、固定なので、5人で入れば、まあ、その分ね、敵が減るということで、極力ね、ファクトリーとかとんでもないんですよ。危なすぎですよ、あのマップ。もう二人で行った時に、もう銃声はすごいし、湧いた場所がもう、めっちゃ PMC 通るとこだしで、もうヒヤヒヤしながら移動しました。なのでそこら辺ね、やっておくといいかなと思います。この2つはね、絶対に注意しておくと良いかもしれないです。
はい、ということでいかがだったでしょうか。新タスクイベント報酬ね、やっぱめちゃくちゃ美味しくてね、やっぱやった甲斐があったなと思いました。ぜひ皆さんもね、頑張ってクリアしてみてください。応援しております。今回はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。またねー。